コインなんか、使った催眠の施術って見たことあります？こういう眠くなるみたいな、ね、はい、うん、それはありますね、うん、実は違うんですね、違うんですか？本当の催眠のかけ方はね、持ってもらうんです、はい、まだ今からやるのは催眠をかけるのではないです。あなたがどのくらい催眠にかかりやすいのか、そしてどういうタイプの催眠にかかるのかをチェックします。はい、はい、それでは、右手の人差し指と親指で、はい、ちょっとこの結び目のところを持ってみてください、はいはい、そして自分の目線の位置まで持っていってください、はい、それを見ていてくださいね。今この状態止まっています。私がはいと言うとこれが勝手に起き出しますよ。はい、右左とほら左右に振り始めます。揺れる揺れる、ほら揺れる。私が手を離すともっと動き始めます。ほんとだ、ゆら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 と、じっと見つめてると大きな、そう、その動きがどん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 大きくなっていきます。コインに集中してください。右に左にどん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 動き出します。どん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 動き出します。あなたは自分で分かってるはずです。まだ催眠状態ではないのがよく分かってるはずです。これはテストなので安心して楽しんでください。次に指を鳴らすと前後に動き始めます。あなたの顔と前の方に向かって動きが変わっていきますよ。ほら、さっきまで左右に動いていた振り子は大きく大きく前後に動き始めます。ゆら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 、本当だ、なんで？でしょ。これは筋肉の動きがあなたの、私の言葉からあなたの耳に入り、そしてあなたの無意識がそれを動かしているんです。へ、うん、で、これはほら、もっと大きくなった。本当だ。ね、どん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 大きくなる。そして次に指を鳴らすとこれが回り始めます。円を描いてぐる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 と回り始めます。本当だ、なんで？不思議だと思えば思うほどどん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 、まるでまるで大きな大きな振り子が円を描くように大きく大きく回っていきます。ほら、なんで？不思議、不思議でしょ。もっともっと大きくなります。さあ今度指を鳴らすとだん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 小さくなって、やがて止まります。はい、OK です。すごい、はい、すごいすごい、説明しながらねちょっとお話しますけど、はい、催眠っていうのはまあ、一見こうねテレビで見てるとこうなって誰かに操られているように思いますけれども、実はそうじゃありません。さっきも言ったような半トランス状態、ポヤーンとしたような状態でありながらも今のようなことを考えています。例えば術師が暗示をして、あなたは立てませんって言った時にも、そんなはずはないけどなんで立てないんだろう。催眠状態になると自分がこうトローンとしている自分がいるのをまたもう一人の自分が見ている、そんな状態になります。そうなんだ。今のは全然催眠状態じゃないんでね、まだかけませんのでもうちょっと様子を見させてください。では今度は、そうですね、自分の手のひら、はい、ちょっとね、うん、右手でいいですか？右手で結構です、はい、ちょっとねおでこの上あたりでこうちょっとおでこに一回当ててみてください。はい、でそれ離して、うん、そのくらいで結構です。今おでこに当たってた部分ね、手の真ん中ですね、ここをじっと見ててください。私が入っているところがどん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 おでこにくっつきます。どん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 手のひらがあなたのおでこに向かってスーッとくっついてくる。あなたのおでこを見分けて手のひらがどん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 動いていくのが分かります。まるで磁石の S 極と N 極のようにどん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 あなたのおでこにほら引っ張られていく。自分では意識していないのにその動きがほら、急に速くなる。さっきくっついていたおでこを見分けて手のひらがスーッとくっついていってしまいます。
無理に話そうと思わなくても結構です。でも無理にくっつける必要もありません。ただただそこに意識を集中していると、あなたのおでこに向かって手のひらがくっついていきます。あと5つ数えるとぴったりくっついてしまいますよ。5、4、3、2、1、ほらスーッとくっついちゃう。指先がくっつき、手のひらがくっつき、ついちゃった。うん、そしてその力はどん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 強くなって、なんとなく張り付いちゃったような感じ。なんだかもう離れないような気がします。試しに話してみてください。ほら取れない。ほら本当だ、取れない。なんで、はい、ちょっと話して、はい、手を叩くと取れます、はい、本当だね。なんで、なんで、不思議、うん、だって私全然、なんでなんで。これ関連運動というんですけども、言葉の通りにその筋肉が、その関連を思った通りに関連が入ってきますね。その通りに、運動してしまう、運動してしまうっていうか言われた通りに動いてしまう、反応してしまう、これを関連運動と言います。へー、はい、びっくり。では次は光に対する、はい、反応を見てみましょう、はい、じゃあもう少しちょっとこの辺に来ていただけますか、はい。今度は凝視法と言います。これで催眠に入っちゃう場合もあるんですけどね。じゃあこの炎をじーっと見てください。じーっと見てください。じーっと見てるとまぶたがだんだん重たくなってきます。まぶたがだんだん重たくなってくる。目がしょぼしょぼとしてまばたきの回数が多くなってくる。同時に頭の中がほわーっとしてくる。そう、眠りに入る前のようなあの気持ちのいいふわーっとした感じ。まばたきの回数がどん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 多くなり、まぶたがどんどん重たくなってくる。そして目を開けているのがすごく辛くなる。頭の中がだん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 ふわーっとして、今から3つ数を数えるとあなたのまぶたは完全に閉じてしまいます。目が閉じてしまいます。3、2、1、はい、スーッと、はい、右の肩から力が抜け、左の肩から力が抜け、頭全体から力が抜け、首の力が抜け、全身の力がスーッと抜けていく。あなたは今深い催眠の世界に入っていきました、はい、手を動かすことで、そのままリラックスして頭のてっぺんからとっても気持ちのいいエネルギーがあなたの体全体に染み込んでいきます。あなたは今深い催眠の世界に入っていきました。さらに右の肩からの力が抜け、左の肩から力が抜けます。すごくいい気持ち、すごく落ち着いています。ゆったりとした気分でだん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 周りの様子気配が遠ざかっていきます。同時に私の言葉だけがあなたの耳からあなたの心に直接染み込んでいくような感じ。私の言葉を聞いているとすごく安心、すごくいい気持ちです。さあ今から10数を数えるとあなたはさらに深い気持ちのいい催眠の世界に入っていきます。この状態がもっと強くなります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
スーッと力が抜けます。すごくいい気持ちです。とってもリラックスしてすごく安心です。ここでゆったりとした呼吸に切り替えましょう。まずお腹の中にある息を全部口から吐き切ってみてください。そう、これ以上吐き切れないくらい吐き切ったら今度は鼻から吸い込んでみましょう。自然に体の中に入ってきます。目いっぱいに入ったら今度はまた同じようにふーっと口から吐いていく。すると今度は自然にゆったりとした呼吸になっていくはずです。すごくいい気持ちです。これが催眠状態です。この状態を楽しんでください。すごくいい気持ち、ゆったりとした気分でいるととっても気持ちが落ち着いて安心していきます。全身の力がふわーっと抜け、なんとなくな感じになります。そう、なんとなくふわーっとしていい気持ちです。そして力が抜けると筋肉がどん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 ほぐれていく。今あなたは深く長い呼吸を繰り返しています。同時に体中の筋肉ほわーっと柔らかくなるので筋肉の隅々まで、そして細胞の一つ一つにまで、あなたが今まさに吸い込んでいる新鮮な空気、エネルギーが体中に入っていきます。あなたの口からあなたの肺へ、そして肺から血液に混じり、体全体に気持ちのいいエネルギーが広がっている。柔らかくなった筋肉はさらにその血液を細胞の一つ一つにまで染み込ませ、その血液はまたあなたの体の中に溜まっている疲れや毒、そして嫌なもの、ストレスまでもどん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 あなたの吐く息から外に流し出します。すごくいい気持ちです。首の疲れが取れ、肩の疲れが取れ、腰の疲れが取れ、足の疲れが取れる。そして足首から今度はどん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 暖かくなってくる。とっても心地よく暖かい。背中が、お腹が、体全体がとっても心地よく暖かくなっていきます。さあここで一旦催眠を解きます。私が数を5つ数えて手を叩くと催眠から解けます。5 4 3 2 1、はい、目を開けましょう。今催眠にかかっています。今、うん、どうなっていたか分かりますか？うん、覚えてはいますね、うん、全然。いや、記憶がなくなるということはないんですよ、催眠でね、うん、で、どんな状態だったかも分かりますか？でもすっごい気持ちよかった。ああ、
寝てたみたいな、そう思っていただけると、うん、すごくあのなんか夢と現実の中間みたいな、そうまさにそれですところにいましたね、はい、例えばあの、電車とか乗っててね、こう降りなきゃいけないそうそうそう、そんな感じです、うん、そんな感じです、その状態をね、楽しんでいただくのは催眠です。で、体中の疲れとかね、そういったものもね取っていただこうと思ったんで、今ちょっとリラックス暗示と、うん、疲れを取る暗示を入れてみたんですけれども、どうですか、その辺は。いや結構すごいすっきりするっていうか、うん、なんか昨日の夜結構寝れなくて、うんうん、寝不足なんですけど、なんか全然スワーって楽になっちゃう。ああそうですか。それじゃあね、もう少し気持ちの催眠をやってみたいと思いますけど、じゃあ先にね、ごめんなさい、今の深い催眠状態、一瞬で入る方法があります、はい、瞬間催眠と言います。私の指を見てください。深いところに一瞬で入ります。はい、スーッと入って、そのまま深い催眠、力が抜けていきます。まぶたがスーッと落ちて、力が抜けて、すごくいい気持ちです。私があなたの手を引っ張ると帰ってきますが、また指を鳴らすと今度はもっと速いスピードで催眠に落ちますよ。手を引っ張ります。はい、帰っておいで、はい、もう一回、はい、スルー、深い催眠、落ちていい、いい気持ちです。すごくいい気持ち、イメージしてください。すごく高いところからストーンと一気に落ちていく、そんな感じです。次はもっと深いところに入っていきますよ。さあ、解凍で催眠に入ります。どんどん力が抜けていきます。どんどん力が抜けていきます。さあ、手を引っ張って帰ってきますよ。帰っておいで。これが瞬間催眠です。どんな感覚ですか。本当にストーンっていく、ストーンっていくでしょ、ストーンって、はい、じゃあ今度はね、さらにね、強烈に、瞬間ではないですけど、はい、ゆったりとずーんと入っていきましょう。ちょっとね、私の手のひらのエネルギーを感じてください。わかりますか。あ、感じます、感じます。うん、あ、すごい。でもあなたもすごい、帰ってきてます、そのエネルギーが、こう、手からすごい出てる、気がで、うん、はい、出てますね。で、このエネルギーをあなたの頭のてっぺんからやってみましょう。あなたの頭のてっぺんから、ほら、触ってないですか。触ってない。いや、すごい感じる、うん、触られてるみたい、うん、全然触ってない。で、それがあなたの頭全体をこう包んで、それが首から脊髄へ、そのエネルギーが全身に伝わっていくと、ほら、ストーンと落ちて、すごくいい気持ち、すごくいい気持ち、ふわーん、手を叩くと見なさいますよ。今のどうだった。感じましたね。でしょ。で、今度は右手で、利き手でちょっと、はい、で、だいぶ深いところにすぐ落ちちゃうようなんで、ちょっと今度は我慢してみて、我慢して我慢して我慢して我慢しきれなくなってストーンと落ちると、そこはすごく深くて気持ちのいい、
で入らないで、まだお話できますか？大丈夫？はい。どんな感じ？頭触られてるみたい。うん、それで頭のてっぺんじゃなくて、今度中の方にエネルギーが染み込んでいくでしょ。そうするとすごくいい気持ちになった。そのエネルギーはあなたの脳全体を心地よく包み、あなたの首から脊椎へ、そしてその脊椎からまた頭の方に戻って、何回も何回もそのエネルギーの行ったり来たりを繰り返していると、どん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 深いところに入っていく。全身の力がまた抜けていく。ふわーっとしていく。さあ、手を取ると目が覚めますよ。気持ちいいでしょう。はい、また瞬間催眠ですよ。繰り返せば繰り返す深いところに入っていく。はい。さあ、その状態で私が3つ数を数えると、あなたは見ることができます、聞くことができます、話すことができます、考えることができます。ただし、あなたのお尻はなぜかベッドにくっついたままになっています。実はとても強力な接着剤がくっついたので、もうこれだけの時間座っていたら実はカチカチに固まっているのです。3つ数えます。ゆっくり目を開けてみてください。3、2、1。今あなたは実は催眠状態なんです。話することできますか？はい。なんとなくな感じですね。うん。今あなたは立ち上がれなくなってます。それについてどう思いますか？試したいです。やってみてください。ほら、立てない。ほんとだ。なんで？不思議でしょ。なんで？なぜか。え、なんで？なんで立ち上がれないの？はい。なんか立ちたいんだけど、うん、気持ちは、うん、体がここで止まっちゃう。止まっちゃうんですね。なんで？これが不思議な催眠の世界です。すごい。はい。実はそうしてグーッと押し付けたんで、右手もくっついちゃったんですよ。左手を受けて、本当だ。ね。取れない。取れないんですよ。なんで？やだ。困りましたね。手を叩くと全部外れますよ。外れた。うん、外すこともできる。ああ、よかった。もう行くんだ。はい。じゃあ今度は、より、気持ちのいい催眠に入るために、はい、そのストーンとね、失神状態で催眠になってみましょう。で、ちょっと自分でもね、確認しながら、ちょっとベッドでパタンって寝転がるような感じで、うん、一回寝てみてください。練習してみましょう。簡単に脱いでもいいですか？いいです。はい。座ってる状態、そのパタンと自分で枕も調整して、うん。そうですね。例えばベッドにこう結構勢いよく寝転がるタイプですか？はい。あ、それをイメージしてくれるので、はい、はい。じゃあ座ってみましょう。いいですか？ちょっと私が背中に手を当てます。指を鳴らすとそのまま後ろに引っ張られていって一瞬で失神しますよ。はい。すごくいい気持ち。なんで？うん、
う気持ちです。手を叩くと目が覚めますよ。はい。何これ引っ張り込まれて一瞬えって思って、うん、何って言った後に分かんなかったでしょ。分かんなくなった。何これって言ってた、うんうん、なんでなんて本当に引っ張られて、うん、別に行くつもりなかったのに本当に引っ張られたのえと思ってそうなんですね。って言って何と思った瞬間パッて言って、うん、そこからその先はもう分かんないなんですよね、うん、はい。じゃあもう一回やってみましょうか。今度はさらにあの強く引っ張られますよ。今度は私もう背中も触らないからそのまま、うん、なんとなく座ってください。はい、はい、座ってくださいね。3つ数を数えると何かすごい力で引っ張られたように後ろに倒れて失神しますよ。失神したようにスーッと深いところにしていきます。 3,2,1 はい。そのまま深いところに入っていきます。とっても暖かい、全身が暖かくなってきます。特に足の裏、足の裏から足の指一本一本が暖かくなっていきます。なんなら体中の血液の流れが良くなっている。足の指の一本一本までとってもあったかく、そしてその温かさはあなたの体全体に染み渡っていきます。すごくいい気持ち、ふわっとしたいい気持ちです。周りの雑音も全然気になる。あなたの体のエネルギーがどん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 パワーアップして、そしてまるで空からあなたの体全体を心地よいエネルギーが包んでいるような感じ。そのエネルギーに包まれるとすごく幸せ、とってもリラックスできます。そのエネルギーはあなたの心を、体を、魂を優しく包み癒してくれます。包まれてふわーふわーとした感じ、とってもいい気持ちです。とってもいい気持ちです。さあ、手を叩くと催眠から解けますよ。はい、気持ちいいでしょう。なんで？足が本当に熱い。でしょ。うん。じゃあ今度はさらに、もう少し後ろ行きましょうか、うん、で、うん、そうで座っててみてください、うん、そうね、こんな状態で。じゃあ今度はね、瞬間じゃなくてね、ぐーっと少しずつ引っ張られていくから、その代わり倒れた瞬間にもう深いところに入って、うん、そのままでいてください。なんかほら後ろに引っ張られてる、肩のところに何かほら手をかけられてる感じ、ぐーっと、ほら後ろに引っ張られてく、引っ張られてく、引っ張られてく、そして倒れ込んでいて、で寝てしまうと、すごくいい気持ち。
信じられないぐらい行きました。そのポヨーンとした状態のまま、今度は私催眠を解きません。しかしあなたは目を開けることができます。動くことができます。話すこととか考えることは面倒くさいのでできませんが、私の言う通りになりますよ。はい、目を開けて、そしてさっきの状態、もう一回座ってみましょう。もっと気持ちよくなる。そう、同じ状態。やっぱりそうしてると引っ張られてる、引っ張られてる、引っ張られてる、引っ張られて、さっきよりすごい深くて気持ちのいいところ。ほら。さあ、すごく深い催眠状態。あなたの体の中にある疲れや毒、そして疲労素、ストレス、そんなものがどん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 出ていきます。相変わらずあなたの体をとても心地よいエネルギーが包んでいます。この心地よいエネルギーはずーっとあなたを見守り続け、あなたを癒してくれます。さあ、それでは一旦ここで催眠を解きましょう。この後、とても不思議な現象、楽しい現象、たくさん起きます、起こります。楽しみにしていてください。今から5つ数を数えると、あなたの催眠は解けます。すっきりと爽やかに、そしてとてもいい気分で目を覚ましますよ。5、4、3、2、1。はい、予備催眠遠征テスト、暗示性テスト、これで終了です。はい、はい、これが催眠です。分かってもらえたかな、なんとなく。はい、うん、いかがですか。気持ちいい、すごい。なんか本当にかけられてるんだろうけど、うん、もう一人の自分みたいなのは、うん、ちゃんと分かってるの、うん、でも、まあ、そうだって思ってる自分がいて、でも本当になんないから、本当になってると思ってびっくりした。すごい楽しい、うん、はい、はい、ちょっと今日一日楽しみですね、はい、はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、鈴木あかねです。1984年4月2日生まれの25歳です。最近は今年の初めに免許を取って、ドライブに行くことが趣味になってます。月に1回くらいはなるべく車を運転しようと思って、結構遠出の温泉とかに行ってます。さっきこう予備催眠というのをかけてもらって、もう本当びっくりですね。もう一人の自分は絶対そんなのかかんないって思ってるんだけど、その体は引っ張られたりとか、言われた通りにお尻が動かなくなったりとか、いやー本当に面白いですね。なので今日一日こう素直に催眠術にかかって楽しみたいと思います。皆さんぜひ見てください。